時刻八時七分ですさあ水曜日のこの時間はジュニア野菜ソムレーでもあります私ケイモトマサミが美味しい旬のお野菜の話をさせていただいて簡単なレシピもご紹介ということですが今朝はですねこの時期ならではの食材の一つ生わかめにしてみましたわかめって皆さん食べてらっしゃいますかなんかあのー、海藻類の消費ってすごい少ないんですよねでもあのミネラルがたっぷり プリ入っているので結構食べていただきたい食材ではあるんですそして生わかめは今の時期ならではということなんです現在ですね全国生産量の9割以上が養殖ものなんですねわかめというのは、まあ、岩手県が最大の産地、まあ、三陸わかめという名前を聞いたことがあるという方も多いのではないかなと思いますもちろんあのわかめあの加工品で売られていることが多いので 乾燥させたものとかあと塩締めにしたものとかがあるので一年中食べていただけるんですよ。もうほとんどずっとお店にはちゃんとある食材ではあるんですけれども生のものののもが食べれるはは実は今の時期だけなんですねわかめは秋になって成長を始めまして年末になると収穫できるようになりますが春のこの時期が一番おいしく食べていただけます。 竹のとね一緒に「若竹にっていうお料理がありますけれども旬の食材同士を組み合わせた一つのね春の定番みたいになっておりますけれどもあのー、さっき言ったようにですね海藻ですの、ね、ミネラルが分ってなかなかあの普段の食材の中でとることができないのでやっぱり海のものからとっていただきたいなと思いますし例えばね 髪の毛とかにもすごいいいですしお肌とかにもねすごい重要な役割を占めておりますまた多分わかめに食物繊維が含まれているっていう感覚があまり皆さんお持ちじゃないんじゃないかなと思うんですけれども実はわかめってすごく食物繊維をたくさん含んでるんですねなのでそうですよもう最近今一番言われてるあの腸内フローラですね腸内環境がとっても良くなる いい食材なんですよまあ、免疫力という言葉も最近ね耳にされること多いかと思いますけれどもその免疫の60%は腸の中で作られていると言われているので腸の環境を一番良くしてあげるのが健康への近道と今言われておりますそんな意味でも旬のわかめたくさん召し上がっていただきたいなとどんな風に食べられますかお味噌汁の具とか うーんそれぐらいかな今日はですねあの新玉ねぎこれも旬の食材同士を合わせて、えー、サラダにして食べてみるのはどうかなと思います。旬同士でですからもうそののまま食べるのでえレシピじゃとい,い,いう感じもすると思うんですけど、まあ、私もそうかなと思いつつどうでしょうかねドレッシングで食べれることも多いかと思うんですがそこに、まあ、クエン酸をたくさん含んでいる梅干しを合わせて食べてもらうのがおすすめですね。 えー、梅干しにこう、まあ、種取ってこう包丁の背中でバッと叩いていただいてみりんで伸ばしてくださいでみりんちょっとアルコールが含まれているので器に入れて例えば電子レンジでラップをかけないで10秒とか20秒チンとしていただくとにきりみりんがすすぐにできますでそれで溶いていただくんですけど溶いてもねまだあの結構ペースト状みたいになってるんですよ。で今回はあのお刺身をわさびつけて食べますよね。 あの感覚でその新玉ねぎの薄いスライスと生わかめを一緒に食べていただきたいんです。すごいね。それぞれの味がちゃんと口の中でして。でも最後はこう梅干しのそのペーストがね。うまく二人をつないでくれるという感じになっております。なので、お刺身と同じ感覚なので、お醤油はちょっと濃いんですけど、ポン酢にまあ、梅干しを溶いていただいてつけて食べていただくのもオッケーです。 これあの友達が来た時にみんなどんな反応するかなと思って出したんですけど意外にすぐなくなりましたこれもっとないのって感じだったので食べやすいかと思います、まあ、あ,とあと私がよくするのは生姜のみじん切りをごま油で最初に炒めていただいてそこに生わかめを入れますでちょっと炒めるんですよそうすると生姜とごまの風味がふわっとして結構ご飯のおかずになる生わかめですね こっちにしようかなと思ったんですけど、あの写真をアップするのに色が全然美味しそうに見えなくて <laughs>。やっぱりね。こうパッと写真見た時に食欲が湧くっていう方がいいかなと思って。ご紹介はサラダにしました。でも、あの生姜ごま油炒めも美味しいのでぜひ試してみてください。 さあ皆さんのオリジナルの生わかめの食べ方あればどんどん送ってくださいね。メールははファックスは大阪でお待ちしています